チャンネルをご覧の皆様こんにちは、根本佳代子と申します。先日発表されましたカメラグランプリ2024ですが、今日は特別選考委員を務めた古城孝文さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、古城孝文です。今根本さんからお話がありました通り、私今年度のカメラグランプリの特別選考委員として選考をさせていただきました。今回の選考についてきちんと皆さんにお知らせしたいと思いまして、自分のチャンネルから発信することとしました。今日は根本さんから、厳しいツッコミもいただきながら、進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。古城さん特別選考委員だったんですね、はい、すいません、私全然知らなくてですね、はい、そもそも、カメラグランプリというのはどういうものなのでしょうか。いい質問ですねそもそもカメラグランプリとは何ぞやってお話をしていなかったので、うん、ちょっとそこからご説明をしていきましょうか。1984年にスタートした賞です。1年間の間に発売されたスチールのカメラ、レンズの中から、最も優れた商品を選んで表彰するということで、カメラ記者クラブというところが、主催してやっています。で、最初の十数年はカメラだけ選んでたんですけれども、後にレンズの選考もするようになり、そして21世紀入ってから、まあ、インターネットの時代になりました。で、一般のユーザーの方からもご投票いただいて、決める、あなたが選ぶベストカメラ賞、うん、ベストレンズ賞、うん、そして、毎年カメラ記者クラブが独自に、そういった製品とは別に表彰をする、うん、カメラ記者クラブ賞という今結局 1,2,3,4,5 つの、賞を選ぶようになっています。最初は1984年ということは、今年が2024年ですから、もう40年くらい続いている賞ってことなんですね。はい、40年、40年ってすごいですね、うん。1984年、今から40年前です。ロサンゼルスでオリンピックが開催された年で、私まだ22歳の大学生でした。それからもう40年ですから、でもまあ最初の頃、そのカメラを表彰するの、うん、なんだそれみたいな驚いたことを今でも覚えてます、うんうん、確かに言われてみればそうですよね。はい、プロダクトデザインを表彰する、うん、例えばそのレッドドットデザイン賞、これドイツの賞ですけども、うん、ですとか日本だとグッドデザイン賞というのがあるんですけども、うん、プロダクトのジャンルを絞って表彰っていうのは、まあ、多ジャンルだと車とかはね、うん、やってましたね。今も続いてる日本カーオブザイヤー、うん、コティなんて言い方しますけど、うん、コティのスタートが実は1980年なんですね、うん。なるほど、車もカメラもたくさん作っている国ならではの賞ということなんでしょうか。そうですね、うん、そういうふうに捉えていいと思います、うん。で、ヨーロッパのメディアが主体となって選ぶティーパーアワードっていうのもあるんですけども、これがスタートしたのが1991年なんですね、うん。なので、カメラグランプリから遅れること7年ということで、実は日本のカメラグランプリの方が歴史は長いんですね。ちなみにティーパーっていうのはテクニカルイメージプレスアソシエーションっていう意味なんですけど、今回古城さんは特別選考委員という形で参加されたそうなんですが、そもそもカメラグランプリはどのように選考されているものなのでしょうか。はい、私も今回、お役目に選ばれるまで全く気にしたことがなかったので、うん、ちょっと調べてみました。こちらがカメラ記者クラブの、まあ、加盟者のリストなんですけれども、まずこの媒体7社、7社8媒体ですね、7社8媒体から出てる記者クラブの会員と、7社の代表者、7社8媒体の代表者ですね、まあ、ほとんどの場合はね編集長さんがやられてるみたいなんですけれども、こちらの他にこれらの媒体で仕事をされている方が外部選考委員として19人、そしてカメラグランプリが、記者クラブが、カメラ記者クラブが選んだ外部有識者とされる特別選考委員が14人と、合計で47人ということは約50名の投票で選んでいるということですね。なるほど、うんうん。で、こんだけたくさんの人が関わってるってことを、私も今回初めて知りました、うん。今回選考委員の皆さんのお名前を拝見しており、あの媒体の方なんだなとかなんとなく分かるんですが、特別選考委員というのはどのようなものなんでしょうか。
まあ、メンバー見ていただいてもお分かりの通り、うん、カメラ記者クラブの皆さんも外部選考員の皆さんも言ってみれば、うん、カメラ業界っていう広い括りの中にいらっしゃる方なんですね、うんうん、ただカメラって広く使われているプロダクトなので、いわゆるその、まあ、業界ではない視点も必要だよねってことで、うん、その外部、選考員っていう枠組みを作ってるみたいなんですよ、うんうん、お名前を拝見すると写真とは違うジャンルの方とかもいらっしゃいますよね。そうですよね。なんで音楽プロデューサーの人が入ってるんだろうとか思いました。思いました。まあでもその、うん、まあ、松尾正人さんの後輩になってるんですけれども、うん、松尾さん車も大好きでね、うん、車の番組に出演されたりとか、実は確かカーブ・ザ・イヤーも選考委員をされてるんですよ。うん、で、カメラもお好きだということで、まあ、声があって入っていただいてるんですけども、うん、今回カメラメーカーの方に伺ったらですね、なんか松尾さんは非常に真面目に借りて、うん、ちゃんとプロダクトを借りてテストされてるっていう話を伺ってちょっとびっくりしました。選考委員に選ばれた方は機材が提供されるわけではなく、ご自身でメーカーなどから借りているっていうことなんですか？はい、その通りです。あ、まあ、代理店さんがあったりなかったりとかっていうのもありまして、うん、その私もその今回全てのノミネートを触ってはいないんですね、うん、あと CP プラスとかあるじゃないですか、うん、で CP プラスとか行けば、まあ、基本見ることはできる、うん、触ることはできるんですけども、うん、全部は持ってきてない会社さんとかもいらっしゃるんです、うん、まあ、カメラを置いてるけどもレンズを置いてないとか、うん、いろいろちょっとケースバイケースっていうのはあったんですけども、うん、ただできるだけ触って、うん、撮って、試す努力っていうのは、ね、するようにしております、うん、古城さんのお名前のところに日本スポーツプレス協会理事って書かれていますよね、はい、こちらは、はい、まあ、団体がいろいろあって、うん、他にもね JPS さんとか、うん、APA さんとか、うん、いろんな団体の名前が見えますよね、うんうんうん、まあ、JPS だと、ね、熊切大輔さんとかも名前載ってるけども、うん、うちのこの日本スポーツプレス協会もですね、2019年から2023年までは歴代の会長が選考をやらせていただいたんですよ、うん、でもなぜか私が今年からやることになりまして、はい、それはまたどうして2019年から、会長が2人赤木さんって方それから小林さんって方がやってたんですけれども、うん、うちの小林が2月になってからですね、うん、突然電話かかってきてこれ断っちゃダメって言われて、それはまずい、それは絶対まずいですって言うんで、カメラ記者クラブの方ともご相談したら、うん、あ、これじゃ別に以前カメラ雑誌やってたからいいじゃないですか、うん、やってくださいよって言われて、あ、カメラ雑誌を以前やられてたんですね、はい、あ、そうだったんですねやってました、はい、一番深くかかったのはやっぱり朝日カメラ、うん、ね、その次がやっぱり月刊カメラマンさんですかね、うん、そうだったんですね、知らなかったです。まあそうでしょうね、うん、まあだいぶ前になりますのでね、うん、こちらにちょっと今日持ってきたのが、うん、別冊の編集企画等々の業務をやってた時期があったんですね、2012年から17年ぐらい前かな、まあ、あるいはその本誌で例えばこのコーナーまるっと作ってみたいな感じで、それっていわゆる編プロ業務ですよね、うん、そういうことをやってたこともありました。存じ上げませんでした、大変失礼しました。あ、いえいえいえ、昔の話ですねただ、ね、うん、まあ、月亀さんも、ね、朝亀さんも2020年亡くなっちゃって、まあ、日本カメラさんも2021年亡くなったりとか、うん、で、まあ、自分的にもなんとなくもうそのカメラ雑誌とかからなんか卒業した気分でいたので、うん、なんかこんな日が来るとは夢にも思ってませんでした、はい、なるほど、はい、ではそろそろ実際の選考について伺っていきたいのですが、よろしいでしょうか？はい、じゃあゆるくお手柔らかにお願いします。そこはピシッとお願いします。はい、真面目にやります。